はい、皆さんこんにちは。旅は人の常、略して旅常です。このチャンネルではアメリカに住んでいる私がアメリカの旅の情報、生活の情報、飛行機の情報などを紹介しております。今回の動画に関してはニューヨークのマンハッタン、まあニューヨークの中心部ですね。で、今アパートを探してまして、その内見の様子ご覧いただければと思います。皆さんニュースとかでもご覧いただいていると思うんですけれども、今ニューヨークはね、かなり家賃が高騰してまして、マンハッタンの中心部でね、ワンベッドルーム、いわゆる 1LK とか 1LDK を探すとどうしても5000ドルぐらいはします。5000ドルっていうと日本円でね、今円安の影響もあって70万80万は行くっていうような状況で、かなり家賃もめちゃめちゃ高騰しています。さて、そのニューヨークの家賃の高騰の様子をご覧いただきたいなというふうに思っております。こちらのチャンネルが初めての方は、アメリカの生活の情報、アメリカの物価の情報とかについて知ってもらえれば幸いです。今まで私の動画見てきた方、チャンネル登録されている方、いつもありがとうございます。久しぶりの投稿になるんですけれども、実は3週間ほど日本に帰ってきてて、先週ニューヨークに戻ってきました。でね、今はね、実はホテルで生活しています。ちょっと前まではボストンの近くにあるケンブリッジというところでアパート借りてて、そこのアパート紹介の動画も以前作ったんですけれども、そちらのアパートは引き払いまして、ニューヨークに引っ越してきたんですけれども、ずっとね、こうなんかホテル生活転々としてまして、今アパートがない状態で、自分たちのものも全部今ストレージに置いてる状況なんですね。なので、そのホテル生活をしながら毎日アパート内見して入る決めなきゃっていう焦ってる状態なので、ちょっとね、動画の中で若干焦ってる感じあると思うんですけれども、一日に何件も何件も仕事しながらですけれども回ってたりするので、まあいろいろちょっと大変な時期なんですね。ただその様子も一緒に合わせて皆さんとお楽しみいただければなというふうに思っておりますので、はい、では早速行ってみましょう。はい、ニューヨークに着いてから6時間以内で早速アパート探しを始めます。まだ到着して6時間ぐらいしか経ってないんですけども、時差ボケがすごいんですけれども、今から、ね、いろいろアパートを見に行く予定です。この1軒目の物件はハドソンヤードというところにありまして、結構ね、綺麗なんですけれども、ちょっとね、レイアウトが私好きじゃなくて、まあ、ちょっとボツになりました。家賃は4950ドルで約71万円です。日本円で言うとこの辺ではまあ大体相場あたりの値段かなっていうところですね。はい、次に見に行くアパートは少し古めのアパートなんですけれども、チェルシーっていうね、閑静な住宅街にあります。こちらは築100年近いアパートなんですけれども、まあ、中は割とねレノベはされてるんですけれども、結構古さは否めないんですね。ただね、古くてかつ低層階にあるんですけれども、実はこれでもね、家賃は月に5500ドル、約79万円、80万円近いですね、日本円でそんくらいしちゃうんですね。ビルの全容はこんな感じです。古めのビル、1938年築です。本日2軒目の内見はこのビルになります。こちら2軒目は5397ドルプラスの75ドル ×2 だから5500ドルぐらいですね。そんなに広くないけど値段はめちゃめちゃ高いっていう、こんな感じのアパートです。ニューヨークのアパートは基本的に冷蔵庫は全部ついてきます。冷蔵庫を自分で買うことはありませんね。こちらのアパートは6000ドル近いですが、かなり広々したアパートになります。
はい、今回私が内見しているアパートって結構マンハッタンの中心部にあるのでどれもすごく高いです。もちろんね、マンハッタンから外に出てクイーンズとかブルックリンみたいなね、ニューヨーク市に入るんですけれども、いわゆる中心部からちょっと離れたところになると もっとどんどん値段はもちろん安くなってきます。ただね、仕事の都合上中心部に住みたいっていうのはどうしてもあるので、こういったね高いところを見ざるを得ないっていう状況なんですね。なのでこれが全てっていうふうにはもちろん思ってほしくないんですけれども、マンハッタンの中心部に住む、東京でいう恵比寿とか新宿とかそういったところに住んだ場合の値段と思っていただければと思います。なのでね、こう見ていただくと、例えば東京の中心部新宿とかでねタワーマンション借りたらやっぱり30万40万ぐらいすると思うので、まあそんなにね値段すんごい高いかっていうと、まあそうでもないっていうね感覚の人もいるかもしれません。本当にこれは人によりきりだと思うんですよね。本日3軒目4軒目のアパートからの景色はこんな感じです。すごく綺麗なキッチンがついてるこのアパート、景色も結構綺麗な景色で、ファイナンシャルディストリクト、いわゆる金融街ですねにあるので、東京でいう大手町みたいなところのど真ん中にあるアパートになります。はい、場所は変わりましてヘルズキッチンというエリアにやってきました。ここはね他のところよりも少し安いんですけれども、同じく中心部にあるエリアでして、レストランとかが豊富なエリアになってます。ここら辺のアパートも見てみたいと思います。はい、次に見るのがこの私の後ろにあるこちらのビルになります。下はスーパーとダンキンドーナツとかバスキンロビンズ、あのサンサーティワンアイスクリームですねなどがあるそうですね。ここはどんな感じなんでしょう、見てみましょう。ご覧いただけるようにこのユニットは結構広めで70平米ありまして、かなり広々してますね。家賃は4500ドルぐらいです。はい、今向かってるのはタイムズスクエアです。皆さんおそらくご存知のタイムズスクエアのすぐ近くにあるアパートになります。このアパートですね、すごい歩きながらなのでカメラ揺れてて申し訳ないんですけども、このアパート 42nd Street っていうタイムズスクエアの近くにあります。この辺はでも住宅も多いですね。すごいゴミの山、これがニューヨークの現実ですよ皆さん。確かこれ29階かな、それくらいの高さにあったんですけれども、75平米の広めのお家で、かつバルコニーもついている。ただ家賃は4250ドルとちょっとお得なんですけれども、建物がやや古いっていうのがね少し難点になります。こちらのタワーマンションもチェックアウトしてみたいと思います。もちろんニューヨークではタワーマンションっていう言葉は使わないんですけれどもね、コンドミニアムとかラグジュアリーアパートとかそういう言い方をします。こんなにたくさんの階があるところに本当に住みたいかっていう問題がありますよね。ここも景色がいい65平米ワンベッドルームでした。70 apartments in 3 and a half days. Wow.はい、チェルシーというエリアにまたやってきました。ハイラインというね、昔線路だったところが通路になった、通路っていうかなんか散歩道みたいになったところを歩いてます。この辺のアパートはめちゃめちゃ高級なアパートばっかりですが、我々の視野にも入ってるのでいろいろ見ていきたいと思います。昔線路があった名残がまだ残ってるんですね。ここ見てください、あのアパートとかすごい超高級そう。さすがにあそこは住めなさそうだな。はい、こちらの動画最後にご覧いただくのがこちらのビルになります。まあこれだけ見てもらってもちょっと分かりにくいと思うんですけれども、こういう感じのビルで、いわゆるハイラインっていうね、まあ、結構人気の観光地からも近いチェルシーにある建物になります。ルーフトップはこんな感じになってます。すごいいい感じのルーフトップですね。はい、こちらが本日最後、まあというかこの動画最後の内見物件になります。こうやってね結構窓が大きい建物なんですけれども、このねストレージも多くてすごくいい感じの建物ですね。こんな感じです。窓もねすごく大きくて、こう見てください、
床から天井まで全部窓っていう感じになってるんですね。こういうのね、ニューヨークの新しいアパートでは結構多いです。でこちらがリビングとキッチンって感じですね。これがいわゆる 1LK とか 1LDK に当たる部分になって、こっちのドアを挟んだ反対側がいわゆるベッドルームっていうことで、アメリカではワンベッドルームという言い方をします。少しレイアウトがね、変ですね。確かにこちらも同じく70万円近いですね。そんなに大きくない、65平米ぐらいなんですけれども、結構高めかなって感じです。まあ、場所が場所でね、チェルシーというね、すごく人気のエリアにあるからかもしれませんね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これでニューヨークのアパートの内見の様子終了したいと思います。結構ね、4500ドルから5500ドルぐらいのね、間の物件を見ていただいたと思うんですけれども、これが今マンハッタンのワンベッドルーム、いわゆるね、1LDK とか、いわゆるスタジオのなんかワンルームとかじゃなくて、それよりもちょっと大きいサイズのやつなんですね、の平均の家賃となっておりますので、すごく高いですね。物価も上がっていて、家賃も上がっているという状況でございます。それではこの動画が面白いと思っていただけた方は、ぜひこれを機会にチャンネル登録のご検討と、高評価ボタンのクリックをよろしくお願いいたします。このチャンネルではアメリカを中心に、アメリカの生活であったり、旅の動画、飛行機の動画を公開しております。これからもよろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画まで。バイバイ。